どうもこんにちは、世界的 VIP ゲーです。7月1日にスタートした OCN モバイル1の超激安セールサマーバーゲン2020ありましたよね。僕ねちょっとねいろいろチェックしてたら、これはちょっと買っとくかっていうものがあったんですよ。で買っちゃいました。今回はそちらを紹介したいと思います。まずですね、いろいろ書類がありますんで、そちらからちょっと見ていただきたいと思うんですけども、これ詳しくは見せられないですけど、お買い上げ明細書っていうのがあるんですね。これ1円でした。1円スマホ買いました。それ何かっていうとこちらでございます。アローズというわけで、アローズ M05 ですね、購入いたしました。で他にもちょっと付属してたものがあって、これですね、まずこちらモバイルデータ通信の設定、 APN 設定ですね。わからない人はこれ見るといいですよということですね。はい、そして教えのモバイル1のなんか NTT グループカードの説明のやつですね。なんかキャッシュバックしてくれるそうです。で当然ながらですね、今回ですね1円セールだったんですけども、音声 SIM 契約をしなければいけません。こちらですね、また届きました。教えのモバイル1 SIM カードですね、説明以前もやりましたけども、よかったら見てください。はい、というわけでですね、早速本体をね見ていきましょうよ。中身が大事ですよ。このスタイルで届きました。なんか至ってシンプルですね。はい、こちらでございます。まずは SIM ピンが入ってました。願いとご注意ということで、アローズのなんか重要なお知らせ、ワイド保証3年間保証だそうです。スタートガイド、注意事項が書かれたもの、以上ですね。これだけです。はい、当然ながらですね、ケースだったりはついてないようですね。ケーブルもありませんでした。イヤホンもですねついてませんね。もしかしたら正規の値段で買うとついてるかもしれないんですけど、 OCN のモバイル1のですね、この1円セールで購入したものには一切ついてませんでした。中に入ってたものは以上です。さあ早速スマートフォン見ていきましょう。はい、本体はこちらでございます。当然だからですね、今までスマートフォン、中華スマホ結構買ってきてるんで、保護フィルム貼ってあるのに慣れてるんですけど、貼ってありませんね。ちなみにカラーはホワイトでございます。うわーいいですね、ホワイト、光り輝いてる、いいですね。でちょっと見ていきたいんですけど、まずここ指紋認証ですね、当然ながら搭載してます。ライトも搭載してますし、カメラは2眼になってますね。スペックは後ほど話します。で、右側面なんですけども、ここが電源ボタン、ボリューム、 Google アシスタントを起動するボタンですね。いちいち OK Google って言わなくても、ここを押せば立ち上がってくれるということですね。左は SIM トレイだけですね。底面は Type C になりましたね、良さそうです。でスピーカーですね。そうそう忘れてましたけど、今回のモデルストラップホールがね搭載されてます。ホーリン先生大好きなストラップホールですね。僕はあんまりストラップホールは使わないかなと思うんですけど、早速ですね、じゃあ電源つけていきましょう。初期設定を済ませます。はい、初期設定済ませました。ホーム画面こんな感じです。うわ結構綺麗だなこれ。ちなみにですね、ノッチが搭載されてるんで、これ好き嫌い分かれると思うんですよ。僕はですね割と好き。というのもですね、 iPhone X と一緒なんですよ。こんな感じですね。ノッチが嫌いだよっていう人もいると思うんですけど、まあこんな感じです。でね、なんでしょう、触り心地がねめちゃくちゃいいですね。なんかスルスルいく感じで、僕富士通のスマホ初めて購入しました。ちょっとスペック見ていきましょう。まずですね、発売日どうやらですねめちゃくちゃ新しいんですよ。これ2019年の12月18日ということで、まだ半年ぐらいしか経ってません。すごい安い。で本来だったらですね、一括購入価格が 35,800 円だったっていうお話ですね。ちなみにグーシムセラーで見てみると 14,900 円ですね。まあ、それでも安いですね。 CPU スナップドラゴンの450で、 RAM が 3GB、 ROM が 32GB ですね。ディスプレイに関しては 5.8 インチ、最近のものって割と6インチ近いもの多いですけど、慣れてきましたね、普通に持ちやすいです。はい、そしてカメラなんですけども、デュアルレンズなんですけども、1310万画素プラスの500万画素ということですね。そしてインカメラなんですけども800万画素ございます。バッテリーに関しては 2880mAh なんで、僕としてはちょっとね、もうちょっとあってくれてもいいかなっていう感じですね。僕の最低ラインとしては 3000mAh を超えてほしいなっていうのは実はあって、まあでもまあいいでしょうっていう感じですね。先ほども言いましたけど Type C ですね。最近だと Type C の端末多いですよね。当然ながら防水に対応しています。で指紋認証もですねしっかり対応します。背面タイプって僕使いやすいなと思ってて、なんでかっていうと、この握った時にこの人差し指がすぐ届くっていうのがいいですよね。で残念ながらですね、 SIM カードはですね1枚しか入りません。デュアル SIM 対応してません。ちょっと SIM スロット見ていきましょう。はい、こんな感じになってます。 SIM カード1枚とマイクロ SD カードですね。まあ残念ながらデュアル SIM で使いたいなっていう人には向いてないですね。で一応ね、僕が思いついたメリットをお話ししていこうかなと思います。まずですね、言いましたけど防水性能ですね、これはありがたいですよ。防水規格としては IPX5、IPX8 なのでめちゃくちゃいいです。当然ながらですね、まあ日常生活防水よりも強力な構造ですよね。水深ですね、 1.5 メートルの水中に30分つけても問題ないよっていうことを言ってます。しかも3メートルの距離からですね水を注水しても耐性を持つということで、ああ防水に関しては大丈夫だっていう感じですね。はい、そして落下
果に強いんですよ、これ。そんな風に見えませんよね。なんか、普通のスマートフォンに見えますけど、落下に強いんです。こちら、アローズ M05 なんですけど、なんと、見る企画、準拠しているということで、え、マジですかっていう感じで、ちょっと僕びっくりしました、これ調べて。え、そうなのと思って。見る企画、まあ、いわゆる見るスタンダードなんて言われたりしますけど、これ何かっていうと、国防総省のですね、基準があるんですよ。それに準拠してるんですよね。すごいですよ。で、ちなみに、まあ、わかりやすいところで言うと、僕が大好きな G's1 ですよね。特に僕 G's1 タイプ X とかめっちゃ好きなんですけど、あの G's1 ゴツゴツしてますよね。あとはトルクとかですね。トルクもなんかゴツゴツしてるじゃないですか。ああいうイメージありません？見る企画って言えば。このシンプルなスマートフォンがなんと見る企画に準拠しているということで、僕はそれだけで感動しました。すごいですね。まあ、簡単に言うと、まあ、ちょっと落としたぐらいじゃ問題なく使えますよっていうことですね。はい、そして好き嫌い分かれると思いますけど、ストラップホールありますよってことで、先ほど言いましたね、ここ。ここにですね、まあ、ガラケー自体はですね、ストラップをつけて個性を出すみたいなのありましたけど、僕はちなみにガラケーの時もストラップをつけてませんでした。いろいろね、つけたい人はいいんじゃないでしょうか。はい、そして、なんと言っても押さえておきたいポイント、僕はですね、このためだけに購入したと言ってもいいぐらいです。お財布携帯ですね。まあ、最近のスマートフォンだと普通にお財布携帯で搭載してると思うんですけど、僕ね、なんだろう、中華スマホばっかり買うので、搭載してないものが多いんですよ。なんですけども、今回はお財布携帯目当てで購入いたしました。まあ、基本的に僕、モバイルスイカとかありますけど、そういったのって iPhone に入れてるんで、iPhone で使うことが多いんですけど、いや、Android でも使いたいよね、ということで、一応、お財布携帯対応のものを購入というのが今回の目当てでございます。はい、そしてですね、ちょっとね、中身触れておきたいんですけども、僕らみたいに割といろいろ知ってますよっていう人には、まあ、関係ないかもしれないですけど、初めてスマートフォン持ちますよとか、例えばシニアの方とかですよね、スマホ初心者でよくわからないよと、なんかわかりやすいのがいいよねっていう人にはめちゃくちゃいいと思うんですけども、シンプルモードっていうのが搭載されています。これですね、シンプルモード、ちょっと押しますよ。シンプルモード設定っていうのがあるんですけど、設定すると文字が大きくなりますよ。こういった感じですね。で、シンプルモードを設定すると、シンプルホーム、はっきり文字、簡単文字入力が有効になり、ナビゲーションバーが、いわゆる旧タイプのものですね、しっかり表示されるようになります。これ Android 9なんですけど、今こんな感じになってます。ちょっとやってみましょう、設定。はい、設定してみました。こんな感じですね。なんかわかりやすいと思います。シニアの方だと、これめちゃくちゃわかりやすいんじゃないですか。こんな感じで。本当になんか、いわゆる楽々本みたいな見た目というか、使いやすさというか、そんな感じですね。で、アプリ配置っていうのがあるので、ここを押すと、いろんなアプリがですね、出てくるようになってますね。なので、ガラケーからのね、買い替えされた方とか、非常にいいんじゃないですかね。使いやすいと思います。ちなみに、戻り方なんですけども、ちょっとアイコンがね、消えちゃったので、どうしようもないですよね、と思いきや、設定からですね、戻れます。設定をして、表示設定ですね。表示の設定っていうのがあります。ここを押して、詳細設定ですね。そうすると、ホーム画面切り替えっていうのがあるんで、これを押して、そうすると選べるようになってます。今、シンプルホームってなってるんですけども、これ、アローズホームに切り替えると、元に戻ります。はい、こんな感じですね。まあ、ホームが切り替えれるんで、まあ、好きな方を選んでいただくっていうのがいいのかなと思います。はい、このようにですね、シンプルかつ使いやすいようなスマートフォンになってます。一つだけ、っていうところを申し上げるとするならば、ヘビーユーザーには物足りないよっていうお話ですね。これなんでかっていうと、まあ、性能も並程度でございます。当然ながら、ゲームをしたり、まあ、高画質の動画を見ようかなっていう人からすると、ちょっと物足りないなっていうのは絶対あると思います。なので、そこら辺だけね、注意してもらえればなと思います。で、あと今回ね、音声 SIM 契約をしましたんで、SIM カードが届きました。SIM 設定はですね、まあ、以前動画で紹介したので、今回は省きます。なので、わかんないよっていう人は、そちらをご覧ください。はい、というわけでですね、今回はですね、なんと、OCN モバイル1のセールで、1円で購入したスマートフォンが到着いたしましたんで、紹介しました。参考になれば幸いです。お疲れ様でした。